かな。ちょっとどれを使おう。どれを使おう。これで、よし、できた。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。別に、何でもない。お前には関係ないだろ。もしかして、何か大切なものでも落としたんじゃないの？こういう時だけ勘がいいやつだな。どっちにしたって、お前に手伝ってもらうつもりはない。そんなこと言わないの。私も探すの手伝うよ。おい、勝手に話を進めるな。くそ、絶対に先に見つけ出さないと。見つからないな。あんなもの誰かが拾っていくとは思えないし、どこに行ったんだ。ねえ、何を落としたのか教えてよ。物がわからないと探しようがないよ。だからお前には最初から頼んでないって言ってるだろ。何よその言い方。せっかく手伝うって言ってるのに。いいわよ、もう知らないよ。そうしてくれ。その方が俺としても都合がいい。これって写真？ルーフェスとライアス君だね。二人ともまだ子供の頃かな。な、おいお前、それを早くよこせ。何でもいいからすぐよこせ。は、探し物ってもしかしてこれ？よせ、やめろったら。それは俺のだ。そいつを渡せ。あー、もっと見ていたかったのに。それに別に隠すことないじゃない。家族のものを持っているのは普通でしょ。俺にとっては特別なんだよ。お前にはわからないだろうけどな。ちょっと、どういうことだろう。私にはわからないって。まあいいや、探し物は見つかったみたいだし、よかったよかった。世話係のケイナと申します。へえ、お世話係がつくなんて、さすがお姫様、すごいな。ケイナとはずっと小さい頃から一緒に育ってきたんです。どっちかっていうと姉妹に近い感じかな。女の子同士の幼なじみか。私も憧れてたんだよ。
幼馴染の美少女と一緒のベッドで寝たり、お風呂で洗いっこしたり、素敵よね。なんか具体的なんですけど。今でも一緒にお風呂に入るの？一緒に寝るの？いえ、今はその、って、そんなことどうでもいいじゃないですか。よくないわよ。想像力を鍛えるには妄想するのが一番なんだから。妄想って、私、フィリーさんが時々わからなくなることがあるよ。こんにちは。それじゃあ、どこに行こうか。遅い奴らだな。せーの、ゲーイ。任せとけ。続きます。はい、やっでやっ。終わったか。修行の成果が出たみたいだな。先生のチャンスですよ。これでも食らえ。任せとけ。続きます。食らえ。余裕だったな。先生のチャンスですよ。
せとけ。続きます。遅い奴らだな。よし、それ任せとけ。続きます。当たってください。やっ、やったね、みんな。よし、レベルアップ。私、強くなったみたいです。遅い奴らだな。これでも食らえ。任せとけ。続きます。いきますよ。だやったね、みんな。余裕だったな。よし、かかってきなさい。せーの、ゲイ。任せとけ。続きます。やっ、当たってください。くらえ。
修行の成果が出たみたいだな。これで一通りの課題は終わったかな。しばらくしたら変わるはずだから、後でまた来てみよう。それじゃあ、どこに行こうか。